1988年の阪神タイガースでは、1988年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1988年の阪神タイガースは、2回目の村山実監督体制の1年目のシーズンである。チームが1985年の優勝時のメンバーに、頼りすぎ世代交代などの抜本的な改革ができないまま、 前年の再会を招いたため村山新監督が就任。村山監督は就任後、少年隊トリオと呼ばれた和田豊か、王の久し、中野悟をはじめとする若手選手を積極的に起用した。結果、和田が遊撃手としてレギュラーに定着し、最多ギガを記録。王の中野も一定の成績を収めた。しかし6月、三冠王に2回輝き、 1985年の日本一に貢献したランディバースが退団し、代わりに獲得したルパート・ジョーンズも肩の怪我で満足な成績を残すことができないなど、打撃力の低下に歯止めがかからなかった。投手陣は2年目のマット・キーオが AS の活躍を見せ1985年の V 戦士、中田浩二、池田地下沖も先発ローテーションを守ったが、 打線の援護にとぼしくいずれも勝ち越すことができなかった。6月を境にチーム順位は下降し、オールスターゲーム以降は最下位に定着してしまった。シーズン終了後に、掛布正幸が33歳の若さで引退した。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、 末将の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、 本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。日付の後のはダブルヘッダー第1試合はダブルヘッダー第2試合色付きは規定投球回数以上の選手選出なし。ありがとうございます。